はい、どうも待合です、ようやく冬到来といった感じで、朝晩だいぶ寒さが厳しくなってきました。今ある屋外にある、私のところの植物は、これはブルーベリーとか、あとはハウスの中でちょっと越冬できそうなものっていうのはこの中に今しまってあります。この辺キッコウリュウとか、あとはオトンナのユーフォルビオイです。これは火星人ですね。なんか割と寒さに強いので、このままハウスの中で冬越しさせようかなと思ってます。これはブルンスビギアですね。でペラルゴニウムトリステ、ブラヘアアルマタ、でその隣がアロエですね。ラモシッシモだったっけな、知人からちょっといただいた大事なものになります。はい、でまあ基本的に屋外にあったものは全部屋内にしまいました。めちゃくちゃ大変だったんですけれども、来年の春にここにまたねたくさん植物を置けるように、今度は部屋の中でフル稼働させていきたいなと思っています。それでは本編の方をどうぞ。ということで、まあ、去年の冬もこんな感じだったんですけれども、今年の冬もパワーアップして、フル稼働中でございます。ちょっとチカチカするので電気の方は消してご案内させていただきたいなと思っています。で屋外にあったドルステニアギガス、少し早めに取り込んだんですけれども、まあ部屋の中に入れても紅葉は進んでいて、とはいえ全部葉が落ちるって感じもなくてですね、この部屋の中はだいたい25度ぐらい、寒い時で18度、まあ、18度までいかないようになるべく管理をしているんですけれども、まあ、このまま葉は全部落とさずに冬の間も生育させようかなと今のところ考えています。ただ未生のギガスをこんなにたくさん抱えたことがないので、ちょっと毎日注意をしながら見ているんですが、まあ結構大きな株っていうのはやっぱり安定して今もなお成長を続けている感じですね。はい、この辺はちょっと未成熟のギガスなんですが、ここのところで少し動きが出てきております。この辺の菊鉢に入れているギガスは来年の春にまた鉢上げして、どんどん上に上に伸ばしていきたいなと思っているギガスですね。これなんかもいい株ですよね。はい、できれば花を咲かせたいなと思っています。この辺はグラキリスですね。グラキリスの1年目2年目の株になるんですが、結構早めに屋内に取り込んだ回もあって、まだいい感じに成長してるかなと思います。この辺は日も入るので、やっぱり日が当たる部分はかなり安定しています。はい、これはグラキリスの種に混じってた多分隠しベースじゃないかなと思います。この辺もグラキリスとか、あとは電子カウレ、サキュレンタムなんかが置いてあります。サキュレンタムも寒さに強いですよね。でこれはウィンゾリーですね。ウィンゾリーは今年かなり心鬼にして外でね、あの落葉するように頑張ってつい最近取り込みました。とはいえ中に入れるとまたちょっと新芽が出てきてたりとかするので、思った感じとは違うんですけど、本当はね、あの全部落葉させたかったんですけど、まあこれはこれで良しとして、冬の管理をしていきたいなと思ってます。これは各種ペースの未生1年7ヶ月とか8ヶ月くらいになります。各種ペースはすごい寒さに強いですよね。でこれはギラウミニアナの未生なんですけれども、結構夏から秋になったタイミングで落葉したんですが、ここ最近でまた動きが出ております。でこの株は一番、今年まいた中でお気に入りでして、まあ、ほとんどあのいい株は売ってしまったんですけれども、これはコレクションとして取っておきたいなと思っています。これはギラウミニアナの現地株ですね。屋内管理なので、去年の冬とかは落葉しないで、まあ、秋冬とずっと花を咲かせていた優秀な株になります。本来はね少し寝かした方がいいのかななんて思ったんですけど、まあこの調子で頑張ってもらいたいです。これはユーフォルビアのプレアレンシスですね。今年買った株です。これはドルステニアラブラニ、これも今年買った株です。一応オスメスある感じですね。でこれは旅人の木って呼ばれるものでして、知人からいただきました。めちゃくちゃ可愛いです。はい、でこの辺は今年発根管理したアデニアになります。スピノーサー、ステイローサー、グロフォーサーで、奥にあるのが、ペチュエリとバリーの挿し木になります。挿し木も何年か管理すると結構開根部形成するので、
ペチエリとか今すごい値段しちゃってるので、まあ、刺身もおすすめです。でこれはセンナですね。センナも、まあ、今年ちょっと上手に育たなかったんですけれども、割と大きな株は部屋に入れてから、生育を続けております。とはいえかなり落葉していてですね、数も数でこうやって窓際にもかなりの数があるんですが、来年は数が多いといえどもきっちり育てたいと思っているので、まあ、優しく今管理をしている状態です。この辺はミラビリスですね。ウェルウィッチやミラビリス、奇想天外と呼ばれる植物です。部屋の中に入れてからも結構安定していて、まあ今のところ大丈夫なんじゃないかなと思うんですけれども、隣にあるのはユーフォルビアのレジスジュバエというちょっと変わった植物です。今年種をまきました。まあどうなるのかちょっといまいち想像がつかないんですけれども、まあまあ順調かなと思ってます。これは秋に根差しをしたオペルクリカリアパキプスになります。まあ、これも早めに部屋の中に取り込んだので、まあ、できれば冬の間も頑張って育ってほしいなと思ってます。これはミラビレの実生ですね。でこっちはボレアリスとかパキプスの実生があるんですが、ボレアリスはもう落葉しているのでこのまま休眠するかなと思ってます。パキプスはできれば冬の間も、まあ、来年の春までここで育ってほしいなと思ってるんですが、ちょっと落葉してる感じもするので水繰りは少し注意をしています。でこれはアンボン原生とミラビレの実生ですね。アンボンは知人から種をいただいた大事な大事な株になります。かなり大型種になるので生育がとても楽しみな株の一つです。これはラブラニーの未生です。ドルステニアラブラニーの未生の株になります。でこっちはサルコカウロン、今はモンソニアの、これはペニクリナムの株になります。未生の大体1年半ぐらいかな。左にあるのは未生6ヶ月7ヶ月ぐらいなんですけど、かなりこの手前の株は優秀で今種をつけてくれているので、今年はペニクリナムかなりの数作れるんじゃないかなと期待しています。はい。で受粉自体もとても簡単で、とはいえ株が未成熟だとこうあんまり種をつけてくれない印象です。はい、冬型の代表種ですね。めちゃくちゃ好きな品種です。はい、こんな感じですね。でこっちはムルチフィズムになります。まあ、同じく1年、1年半1年7ヶ月ぐらいの株ですね。ペニクリナムよりちょっと遅く花が開花して、ここ最近で受粉がようやくできている段階です。いくつか花が合わないものはペニクリナムとハイブリッドしてるんですけれども、まあどちらも受粉はすごい簡単で、いい感じに今年は株を増やせるんじゃないかなと思っています。はい。で冬型の株ってなんか葉がモコモコしてたりとか、ちょっと夏型にはない形状のものが多くて、自分は夏型より冬型の方が好きですね。まあ、とはいえ冬型といっても、まあ、寒さにねべらぼうに強いわけでもないので、管理には注意が必要です。こっちはケラリアピグマヤの未生の株になります。ピグマヤはずっと屋内管理していて、今年は本当にたくさんの数を種をつけてくれました。でかなりの数売ってしまったんですけれども、まだまだたくさんあってですね、ここ最近で種まきをようやくスタートさせています。まあ自家採取した種は本当に発芽率がいいので、これもちょっと頑張って増やしていきたいなと思ってます。これはペラルゴニウムのミラビレになります。これも最近花咲かしていて、受粉できている株もちらほらございます。ミラビレに関しても基本的に屋内でずっと管理しているので、夏の間も葉を全部落とすことはなくてですね、ギラオミニアナもそうなんですけれども、屋内で管理しているものは、その季節に合わない時でもうちの場合は、順調に生育している感じです。この辺はオトンナのカカリオイデスですね。まあ、冬型といえばオトンナが、まあ、一番ポピュラーというか値段的にも手頃なので一番有名かなと思うんですけれども、これはユーフォルビオイデスの親株になります。屋内でずっと管理していて、ようやく最近目覚めてきてですね、ここから、受粉ができるかなと思うんですけれども、オトンナも
冬型としてはすごい育てやすい品種になるのでおすすめです。この株なんかは下にこうドシッとしてて結構お気に入りの株の一つになります。という感じで屋内大混雑でございます。まだまだ巻きたい種もたくさんあるんですけれども、もう少しだけ今ヤフオクとかで出品していて、数を減らしたらまた種を巻きたいなと思っています。まあちょっと冬の間は夏と違ってですね、細かい作業が多いんですけれども、ここできっちり、冬眠するものはしっかり寝かしてあげて、来年の春に元気にね起きてくれればいいかなと思うんですが、逆に僕の場合は結構冬の間も夏型を育てたいなと思っているので、ちょっと頑張って育てていきたいなと思っています。ちょっとまた近々動画を上げたいなと思っていますので、そちらの方も楽しみにお待ちください。それではまた、バイバイ。